カメラついてますからね。あ、ほんとだ。撮いても別に。あんた誰よ、ちょっと見てるの。ちょっと盗撮されてる。ちょっと、捕まえに行きましょう。盗撮盗撮されてる、私たち二人。チェロスケは、多分カメラをずっと見てた人ですよね。見てたんだ。犯罪者ですね。僕とゲン、僕とゲンさんが二人で家でゆっくりしてるところを、カメラでずっと覗かれてて。はい、家だったんだ。家だったんだ。俺もいたんだ。カメラで見るかな、盗撮しよう、またなんかあんたちょっと待って、ゲンさんの家盗撮する気なんなのよ、メス猫邪魔者はぶっ殺しちゃった。ゲンさん、ゲンさん、もう終わらなかったよ、ゲンさん。終わらないじゃないですか、ゲンさん。じゃあ、はい、お願いがあるんですけど。はい、なんすか。私、あ、じゃあ一回ボタン押すわ。ボタン押していいですか。あ、いいですよ、いいですよ。ちょはい、絶対殺されえからな、霊界ども。絶対殺されえ。ケイさん、お願いがあるんですけど、うん、エンジンルーム来ていただけます？いいっすよ。確かに。バトルが。二人で、どうなるんですか？ケイさんが白だったら、村を仕切っていただいて。ちょっと待って、それって、絶対どっちか死ぬやつじゃない？とりあえず、ちょっと待って。そういうことです。やだ。ゲンさん、なんか宮城を残して、それ以外の選択肢ってないですか？ゲンさんが死ぬのを僕悲しいんですけど、カチカチダメなんですか？あ、助かる。はい、繋いでる。かわいい。バグってる。かわいい。うざすぎるこいつ。うざすぎるこいつ。なんかもう狂気を感じるんですが。ゲンさん。なんすか。はい。綺麗になりましたよ。ありがとうございます。頑張りましょう。ゲンさんから離れて。いや、あれはもうどうしようないですね。ゲンさん離れてて、ゲンさんは殺させない。殺すなら僕を殺して。ゲンさん。分かってるでしょ、ゲンさん。ゲンさん、なんとか言ってよ。ゲンさんを僕は殺すことなんてできないよ。あ、逃げた逃げた。ゲンさんを殺すことなんてできなかったんだよ。